相方に似けて、あ、ここだけはやっぱかなわないなとか、あの、まあ、正直尊敬してますというところをそれぞれお一つずつぜひ。青木さんに向けて、はい、あ、すいません、頭が切れるのと、まあ、なんか全て問題解決できてしまうっていう、どんな時も、まあ、すごいこう頼れるというか、さっき言ったみたいに、あの、すごい本当頭が切れるんで、これ無理でしょっていうことも全部問題解決できちゃうんですよ。で、内装費のことも今回もう多額な自分たちが想像する倍ぐらいのかかっちゃったんですけど、え、大丈夫これって言っても、大丈夫みたいな感じで、なんか大丈夫じゃなかったんですけど大丈夫にしちゃったっていう、本当にこうなんか全部叶えてくれるんで、あとはそのやっぱ一緒にこう、対談だったりとか、あの、先輩方とお食事行った時とかも、あの、発言力がすごいなっていつも思ってるのと、まあ、スタッフから悩みを来た時にも全部すぐスパンって言えちゃうんで、僕はそれ一回考えちゃってこうなかなか言えないタイプなんで、本当すごいなっていう、絶対叶わないポイントだなっていうのを思いますね。この問題解決能力って皆さんが本当に、はい、あの、お持ちではないと思うんですよ。で、大木さんがもともとなのか、それともすごくその努力されてる面があるのかっていうところ、ちょっとぜひ聞いてみたいんですけど、なんかもともとなんか自意識過剰というか自分にできないことはないって思って生きてきたけど、はい、まあ、当然生きているとできないこといっぱいあって、はい、でその度にすごい悩んで、なんで自分ができないんだろうってすごい考えていろいろ調べるので、基本的に話をもらうと即答することと、分かんなくてもまず預かって調べるとかって考えて、でもずっと考えるんですよ。カット中も寝てる時もずっと考えて夢にも出てくるんですよ。で、なるべく早めに答えを出すように。で、一回答えを出しちゃえば、それを正解にしちゃえばいいので、まあ、たとえ失敗してても、必ずもう無理くりでも成功させてくるイメージで生きてます。できる、やりますって言った自分に対して、はい、ある種負荷をかけながら、自分だったらできないわけがないって思い込んで、はい、持ち込むって感じですか。本当にすごいですね。なんか、本当にコンピューターだと思ってました。コンピューター。やっぱ人間性ですね。すごいですね。目力すごいですね。僕割とこう、まあ、理屈っぽく考えちゃうっていうか、けど教員は素直になんか人としてっていう部分を言ってくれるから、なんかその辺すごい助かるし、なんかこう合理的に考えすぎちゃってなんか冷たく感じられたりとか怖いとか、確かに言ってたけど、よく言われてる、こう感情的な部分が抜けちゃってるよっていう、なんか考えれば考えるほどやっぱその辺の表現難しいなって時に恭平が助けてくれるから、言い方とか伝え方、まあ、そこでこうより成長できて、やっぱ人ともうまくコミュニケーションをより取れるようになったっていうか、役割分担しようって話になって、恭平はプレイヤーでそのままでなんかこう美容師を純粋に言ってほしいって言われてて、あ、分かったって言って、で俺は多分その経営になるとその打ち合わせだったりとか多分性格が悪くなっちゃうかもしれないから、なんかその時はあの引き止めてほしいって言われたことがあって、あのもうダースベイダーみたいな感じなんで、なんで大体悪者にするし、そのやっぱ冷静にこう物事を判断してズバズバ言ってくれるのは絶対大事だと思うんで、そこをやっぱりそのスタッフにもあえてそのフォローじゃないですけど、その大地がそうやって言ってくれてるのは、あの本当にこうスタッフに思ってるとか、なんかそこのカバーを僕がすればそう思われないんじゃないかなと思って、なんでやっぱスタッフからの支持もすごい高いですし、あのお客様とかモデルさんとかの支持もやっぱすごい合わせると高いというか、一見やっぱこう雰囲気でなんか目力もあるちょっとこう近寄りがたい雰囲気あるんですけど、やっぱ話すといいやつなんで、なんかみんなからこう好かれやすい、基本は似てるよね、なんとなく仲良し佐野さんから、じゃじゃん、ちょっといっぱい書きすぎちゃったんですけど、まず圧倒的にやっぱ集客力が衰えないって言い方がいいんですかね、はい、で、まあ、こことここって実はこう一緒で、はい、
まあ、ずっと旬な人をこうやり続けてる、うんうん、時代が変わっても常に旬な人を掴む能力が優れてるなと。だからこの集客力がそのまま衰えずに、普通美容師さんって年齢が上がってくるとやっぱり美容師としての旬が下がるじゃないですか。だから集客力が下がるじゃないですか。やってるデザインも変わってくるじゃないですか。違うんですよね、ずっと一緒なんですよね結局。すごい、もう僕はもう圧倒的にもう浅野さんがすごいなって思うのはもう表現力ですね。今もそうなんですけど、まあ今こうやって浅野さんが、僕がこう企画してるっていうのが、でも他から見えると浅野さんがやってるように見えるんで、それはもう本当に浅野さんの表現力を僕が利用してる部分もあるんで。あ、そうなんですね。もう僕が同じことやっても、まあそんな楽しそうには見えないんですけど、もうなんですかね。確かに誇張が半端じゃないですね。あの YouTube 見ててもそうなんですけど、 YouTube の企画も結構僕も考えるんですけど、ほとんど数だと考えるあれ、一番最初にこういうキャラクターでこういう風にやってみたらどうですかみたいな、でもカズさんです。でだけどそれも1を100ぐらいに変えてくるわけです。ちょっとカメラ回った瞬間にもう別人になる、別人じゃないですけど、やっぱそのトークスキルもそうなんですけど、やっぱりこうやって一緒に話しててもそうだし、その大きな会場とかで一緒に喋ったりするんですけど、もう声の通り方が全然違うんですよ。みんなのこう、なんですかね、もう脳に入っていくっていうか、ちゃんとしっかり爪痕の残し方が、いや、すごいですね。だからセミナーとかで緊張するとかないです。楽しいです、あのみんなの前で喋ってる、すごい見てる今。これですね、人のまとめで長く告げられてるってことは愛される人であることじゃないですか、うん、その雰囲気ってやっぱどういう風に、もともとの人柄なのか、年下でも年上でもなんか自分の方が下にな感じがしてしまうという、すごい謙虚。いやいや、そうなんですよね。はい、多分結構20代前半ぐらいで止まってると思うんで。誰よりも早めに。そうなんです、結構早めに止まってると思うんで。はい、それが結果的に皆さんから、いや、まあそうですね、特に意識はしてないですね、うん、はい、特に何も意識はしてないですけど、長く続けることも、まあその本当に目の前のことをずっと一生懸命やり続けるだけのことだと思うんで、うん、僕の場合なんかちょっと最近すごい思うんですけど、やっぱり美容師長く続けてって、でこの年になっていろんな業界の人たちと話した時に知識がないなって思う時があるんですよ。例えば、金融のこととか、それこそ不動産の人とかと話した時に、美容師界隈ではいろんな話はできるけど、そういう部分で全く知識がなかったりするわけですよ、はい、っていう時になんかこう美容師だけやり続けたことが良かったか良くなかったかなっていうところがあります。経営に対してもっと早くやってれば経営の知識もっとついたと思うし、だけど経営に携わるのが遅かったから分からないことも多いし、っていう部分では長く続けることも大事だけど、別のことにチャレンジ常にし続けてって、いろんな視野になってるのも大事だなと思いますね、うん、今になると。この30代の子たちが今後お店をやる上で10年後15年後、まあ、僕らと同じ年ぐらいになった時にどういう未来を見てるのかなっていう、確かに10年後15年後って正直分かんない、不安なことしかないんで、うんうん、個人的に思ってるのがやっぱり美容師って絶対大体は旬があるし、上がり下がりがあるので、今正直僕らは上がってるところと思うんですよ。やっぱいろいろ辛いことあってこう上がってきて、でもこの先はこういくのかこういくのか分からないし、下がるかもしれないし、ってことは上がった瞬間にいかにいろんな事業を展開していって、あの細かくちっちゃく勝ち続けるかっていう、絶対大勝ちはしちゃダメやし、なんかこうお金大きにはしちゃダメやし、でもちゃんと人を幸せにすることを介してどれだけの数で勝てるかっていう、だからせっかくやっぱ強兵がいるので、やっぱ発信力、技術力、まあ、人柄素晴らしいので、この強兵をやっぱどのぐらい増やしていけるかっていう感覚で、うちのやっぱ弱点はやっぱり店舗展開ができない人材育成が弱い、みんながこう各々発信してるので、じゃあこの人のパターンをこう5人作れてると難しい、
けど違うパターンがいっぱいつけるので、なので今この瞬間にやっぱり自社開発タイトル化ブランド化をすごい進めていって、10年間で目標は一生分の結果を出すっていう、うーん、のは最初からこう言ってるから、なるほど、で不安なことはあるし未来は正直分かんないですけど、その分かんない未来のためにとにかく備える、だからインパクトを出したくてやっぱやってることは割と強いことをやってるっていうか、うん、まあ、注目を集めれるように取り組んでますね。ヒロさんのやっぱ今後のビジョンとスタッフ教育にすごい気になってて、僕やっぱりそのずっとストーリーとか、うん、結構あさってあさってなんか面白いんで、やっぱこうムービーとかたくさん見るんですけど、発信力がやっぱこう異色というか、うん、僕がそういう考えなんですけど、別に美容師だけでご飯は食べなくてもいいんじゃないのっていう考え方なんです。さっき僕が最初自分の着手点が美容師じゃなくてもいいって話だと思うんですけど、なんかスタッフそれぞれがやりたいことが他にもあるんだったらやらせてあげたいっていうのが正直その会社のとしての自分がそれをどうやらせてあげるかが自分のビジョンになってくるかなっていうのが一番あって、自分もそうなんですけど、なんかまあ例えばじゃあセミナーやったり動画案件来たり、全然僕だからああいうインスタの言い方するからインスタの広告案件もすごいうちの T シャツ着てくださいみたいな、それでシャンプー浴びてくださいみたいな確かにまあまあそうなるよなと思って、すごい、うん、だから別に言ってしまえばですけどインスタグラマーじゃないですけど、そういう発信の仕方もやろうと思えばできるわけじゃないですか、うん、それを引き受けてるわけじゃないんであれですけど、なんかスタッフ一人一人に別に美容師に凝り固まんなくてもいいんじゃないのとは僕は常に伝えてます。なんか別に商品開発も美容師の枠からは外れてないけど違うビジネス展開じゃないですか、それも多分同じだと思うんですけど、例えばアパレル作ってもいいと思うし化粧品作ってもいいと思うし、その子が広告塔になるんだったらいくらでもいろんなことができると思うんです。だからこのお店としてのビジョンっていうよりかは一人一人のビジョンを持っててもらいたいなっていうのがあるので、それを叶えてあげられる組織にしてあげたいなっていうのは思ってます。小西君はどういったもののインスピレーションを、まあ、どこから何からもともとすごい陰キャだったんで、なんかこうアニメとかゲームとかすごい好きだったんですよ。でビフォーアフターってあるじゃないですか、あれもその、まあ、僕が最初発信かわかんないんですけど、おそらく多分僕が一番最初に始めてバズったんですけど、なんかそれもたまたま CM でライザップの CM 見てて、でなんかこう前が出てきた時に前から面白いんだなと思ってやったりとか、あとはそのアニメとかゲームとかってその現代の背景が描かれてるなって思っていて、経営の仕方とかも昔はドラゴンボールみたいな悟空が最強でそれについてくるっていうのが良かったけど、今はワンピースのやり方が一番いいとか、店舗展開は俺らには向かないからここがすごい最強なサロンにしようみたいな、いろんなそれぞれが美容師以外の仕事もできつつ、全員がこう恵まれた環境になれるようにやっていこうかなっていう。感謝の思いだったりとか、なかなか伝えるタイミングないと思うので、ちょっと最後はそれぞれのパートナーに向けてそういう感謝の思いをバッテリーということで野球ボールに書いて、はい、やったいなと思います。野球、はい、せーの行きましたよ僕がもらった言葉が待ってろ世界です。世界へって言葉をいただき、スケールは大きいんですけど、どんな形でもいいから行ってやりたいですね。僕らの可能性を本当一点突破でもいいんで、この狭いこの日本だけにとどめずに、はい、アジアでももっと大きなところでもいいんで、まあ、もしくは日本全国でもいいんですけど、とにかくやっぱり広く形をこう残していきたいというかっていう思いですね。はい、はい、僕はこちらをいただきました。不可能を可能にしてほしい。
っていうことに関してはもう本当にやっぱりその枠にとらわれない、やっぱりその美容の常識だったりこの先自分たちがどうなっていくかも含めて、もっともっと今よりも10個も20個も成長していきたいなと思うし、それをどん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 形にしていきたいなと思います。ビジネスとしても、まあ、技術者としても、まあ、一人の人間としてなんかまあ小さくとどまらずに、うん、大きな視野を持ってちょっと覚悟を持って攻めていきたいなと思います。僕がもらったのは大好きです僕がもらったのは一生の友一緒だ、同じです。小西青木、友達としてこれからもビジネスパートナーして一緒に頑張ってやっていこうっていう感じです。いつもこう支えてくれるんで、まあ、支え合って、うん、まあ、コアを反映させていきたいなと思います。今でもこれからもずっと友達なんで、まあ、仕事は一緒にしてるけど、まあ、基本的にね、うん、こうみんなで楽しくやればいいんで、まあ、その思いを忘れずに大事にしようかなと思います、うん。仲良し仲良し、いや、食べてないじゃん仲良し、これでもよろしくお願いします。